せっかく、さっきリコーダーであんなことやりましたんで、アコーディオンでもなんか面白いことできないかなと思いましてですね、これ実は本邦初公開なんですけども、ちょっとチャレンジしてみたいことがありまして、こんなものを持ってきました。コップの中に水が入ってます。でアコーディオンってですね、構造上右手が鍵盤で左手が伴奏のボタンなんですけど、こっちは蛇腹を動かさなきゃいけないので動くんですね。で鍵盤は自分さえまっすぐ立ってればこの上は平らなままなんですね。これは動かないんです。こっちが伸びたりはしませんからね。こっちが伸びますから。なのでこの上に水を置いて演奏してしまおうと、そういう曲をやってみたいと思います。で本当はですね、これ一応上には何も貼ってないですからね。糊とかテープとか磁石とかはないですから、本当に落ちる場合もあります。そのためにタオルを一応置いてくるわけですけども、万が一落ちてもですね、もうお慰みが薄くなってしまうと大変ですので、一応練習してまいりました。練習しまして、初披露とは言いましたけども、家でですね練習して、なんと、1回しか失敗しませんでした。2回やって50%、たまに失敗しますね。なのでとても内心ドキドキしてますけども、今日本邦初公開です。今日ここに来ていただいた皆様が最初でございます。もしうまくいきましたらば拍手ご喝采をよろしくお願いいたします。なんか浅草のあれみたいな寄せみたいになってしまうんですけど、本当はですねビールを乗っけてビアダルポルカっていうビールの曲やると思ったんですけど、ちょっと水にしました。曲はビアダルポルカっていう、曲です。聴いてください。手元が見えない。怖い。いきます。